俺の名前は秋代、現在40歳、職業はコンビニバイトをしている、いわゆるフリーターだ。どうしたい？ねえ秋代くん、君もここのバイト長いじゃん。よかったら正社員とか。正社員？長く勤めているとこんな話も出てくる。そんな時の俺の返事は決めていた。あ、俺やりたいことあるんでやめときます。あ、そうなんだ。じゃあ頑張って。結婚もしないであの年まであんなこと言ってるの、逆にすげえな、あの先輩。そして俺は家に帰り、自分のやりたいことのためパソコンを起動する。ねえ、給料日でしょ？一応もう成人してるんだから、何も言わないでもちゃんとお金入れてもらいたいんだけど。ちっ、はいはい、渡そうと思ってたんだよ。ちゃんと準備してあるからぜ。いつもあんたそんなこと言って。それだけあればいいだろ。俺は忙しいんで早く出てってくれ。せめて1万円以上は出してほしいわね。いや少なすぎだろ、もっと出せよ、いい大人が。ゆうた、いつの間に。こいつはいとこの中学生ゆうた、時折俺の部屋の漫画やレトロゲームを見にやってくる。ゆうたくんありがとう、もっと言ってやって。いいか、俺はバイトもしながら家事手伝いだってしてるんだ。金額的には妥当だろ。家事って具体的に何をどれくらいしてるの？風呂掃除とゴミ出し。月に1回だけね。少なすぎだろ、もっと頑張れよ。言うんじゃねえよ。いいんだよ、ゼロよりマシだろ。だが早く出てってくれよ、俺にはやらなきゃいけないことがあるんだから。ゆうたも俺の部屋に満喫感覚で来るなよ。うっとしい。で、やらなきゃいけないことって？そりゃあれだよ、情報収集だよ。動画サイトで何の情報収集？いつか大きなことをするための目標探しだよ。俺には夢がない、だからこそ夢を探す時間こそが今必要なことだと俺は考えていた。具体性ゼロで中身スカスカじゃん。こんな大人にならないようにしよう。また勝手にゲームを。せめてやっていいかとか一言言えよ、常識だろ。生活費300円しか渡さない大人が常識語るなよ。ったく、いいとこだからって言いたい放題。ん？何？どうしたの？いや、ゲームかと思って。その時、俺にあるアイディアが降りてきた。いいじゃん、ゲーム。ゲーム作って、それで大ヒット飛ばしたら最高じゃね？ゲーム作りか。なんだよ、またなんか文句でもあるのか？いや、秋代にしては面白そうだなって思ってさ。いいじゃん、応援するよ。見てろよ、絶対ヒット作作ってやるから。それから1週間後。秋代、どうなの？ゲーム作り無理だ、心が折れそうだ、手が折れた。コードとか専門用語多すぎるんだよ、覚えきれねえよ。いい大人が泣くなよ。せっかく面白そうだと思ってたのに。うるせえ、ガキが知ったような口聞くなよ。大人が子供の前で情けない姿さらしてんじゃねえよ。この程度だったんだな、なんかがっかり。この程度。ゲーム作りをするにあたってこんなゲームなら良さそうだなというイメージはあった。それを実現するのはかなりの労力が必要なことが分かった俺は諦めようとしていた。だがユータの言葉が俺の思いに火をつけた。あんなガキに舐められたままなのはごめんだしね、もうちょっとやってみるか。なんだ、全然まだやれるじゃん。
それから数ヶ月の時が流れた。アキオ、元気？無理だ。俺には無理だ。再び俺の心は折れていた。何？今度はなんで心折れたの？ゲームできたんだよ。でもさ、自分でやってみて思った。全然面白くねえんだよ。シナリオもなんかチープだし、お使いイベントばかりでだるいしさ。自分には何かできるんじゃないかってさ、夢をずっと持ってたんだよ。就活全敗した時にさ、きっと俺のステージはここじゃないんだって、そう開き直ってた。コンビニバイトしながら自分の夢、やりたいことを見つけよう。そう思って何年も続いた結果、結局積み重なったのはクレーム対応の経験ばかり。ゲーム作りならいけるかなとか思ったけど、結局俺は何してもダメだったって話さ。へえ。うん、今ちょこっとやってみたけど、確かに面白くない。そこはフォローしろよ。思ったよりできてるじゃんとか、最後まで作れたのはすごいことだとか。いや、結局面白くなかったら意味ないからさ。でも世界設定は面白いし、シナリオに緩急つければ絶対良くなる。システムも無駄がないからストレスは少ないし、そこら辺は大丈夫。シナリオか。でもそんなシナリオ俺じゃとても。いや、だからさ、俺がシナリオとかイベント担当するからさ、そっちは世界観とか細かいゲームシステムやろうぜ。手伝ってくれるの？まあ面白そうだから。一人で追いかけていた夢で心が折れかけていた。だけど二人なら頑張れる気がした。とりあえずコツコツつまらねえところ直していこう。了解だ。つまらないと思っていた人生に、具体性も将来性もない灰色の未来に光が灯った気がした。それから修正に半年以上かけて、ようやく俺たちのゲームは完成した。できたー、ダヴィンチクエスト。このクオリティなら世に出しても大丈夫だろう。さて、とりあえずアップロード。待って、ハキオ。なんだよ、まだ直すのか？ちゃんと宣伝しないと絶対埋もれる。確かに。でもどうしよう、俺 SNS あまりフォロワーいないし。アキオさん、金貯まってる？ぼちぼち。この人使おう。この実況者、題材ゲームのリクエスト募集って言ってるし、依頼料払えばきっとやってくれる。そっか、実況者を使うわけか。これなら知名度上がりやすいかも。よし、やってみよう。宣伝の方向性も決まり、いよいよ動き出す時が来た。そして宣伝の結果、ゲームの名前を広めることはできたけれど、いい評判ではなかった。ダビクエ、バグだらけのクソゲー。実況者がバグの多さに爆笑するゲームだってな。くそー、確認したと思ったのに。バグの修正をしようと俺たちは頑張った。しかし一つ修正すると今度は3つ出てくることもあり、終わりのない無限地獄についに俺たちは燃え尽きた。ただそれでも悪いことばかりじゃなかった。でも何気に伸びてるな。クソゲーってネタにされてる分、好奇心でダウンロード数が増えたんだろうな。シナリオがそんなに悪くないって、下がったハードル分評価が上がってるところもあるし。続編希望。もうあんな地獄ごめんだよ。さてバイト行くよ。夢の時間はもう終わりだ。俺は実家に帰省する。フリーター中年に戻ることにするよ。そうなんだ。ま、俺は楽しかったけどね。その言葉に少しだけ救われた。俺自身、少ない知り合いにゲームの宣伝はしていたため、バイト先の後輩もプレイしてくれていた。先輩のあのゲーム、バグ多かったですけど、俺良かったと思いますよ。へへ、どうもな。まあでも、ビッグになれるかと思ってやってみたけど、なかなかうまくいかないもんだよ。
小さく盛り上がっただけだからな。もし、続編とか作るんでしたら、音楽とかこだわりませんか？俺、ちょこっと作曲できるっていうか。え、マジで？いいの？はい、なんか面白そうだなって。今までぼっちの中年フリーターで何の生産性もない人間だと思っていた。ゲーム作りなんて痛々しい夢を抱いて恥ずかしいとすら思っていた。けれど、妥協せずに何か一つ作り上げるのは悪い気分じゃないし、力を貸したいという人も自然と集まってきたりする。俺は自作ゲームでビッグになりたいと思っている40代子供部屋おじさんだ。けれど、今やろうとしていることに俺は誇りを持っている。この音楽良さげじゃないっすか？お、いいね。あのシーンに使ってみるよ。うん、いい感じになりそう。